ロバート・クレイは、アメリカ合衆国出身のブルースギタリスト、シンガー。1980年代に新世代のブルースマンとして、同格を表し、スモーキングガンのヒットを生んだ。メンフィスソウルや、テキサスブルースなどの影響を強く受けつつ、マイナー調を多用したコンテンポラリーな独自のサウンドを築き上げた。1953年、ジョージア州、コロンバスに生まれ、 生後11ヶ月で軍人だった父親の転勤のためワシントン州タコマへ移住し、幼少期をこの地で過ごすこととなった。12歳の時、ビートルズの影響でギターを始めた。10代の頃から、ロックやブルース、ソウルなど様々な音楽をたしなみ、特にジミヘンドリックスやアルバート・コリンズから影響を受けた。1974年には、事故のバンドを結成。 アルバート・コリンズのバックも務めている。1978年、映画、アニマル・ハウスに、オーティス・デイザ・ナイツのベーシストとして出演した。1980年、アルバム、フーズ・ビーン・トーキンで、レコードデビューを果たす。しかし、彼のスタイルを確固たるものとしたのは続く、セカンドアルバムバッド・インフルエンスだった。特にこのアルバムのタイトル曲は、後に、 エリック・クラプトンがアルバムオーガストで取り上げるなど広く知られるようになった。また冒頭を飾るフォーンブースも彼の代表曲の一つとして知られる。この曲は彼のアイドルでもあるアルバート・キングが1984年のアルバムで取り上げアルバムタイトルにもなっている I I'm in A f o ー m Booth Baby?1984 年。 ジョンリー・フッカーの来日公演の前座として、初来日。全国6都市で演奏した。クレイは後年、フッカーのアルバム、ザ・ヒーラー及び、ミスター・ Mr. ラッキーにも参加している。1985年、アルバム・ショーダウンでアルバート・コリンズ、ジョニー・コープランドと共演。このアルバムは、グラミー賞も受賞し、クレイも注目を集めることとなった。1986年、大手、 レーベル、マーキュリーへの移籍第一弾、ストロングパスウェーダーを発表する。このアルバムからは、スモーキングガンがシングルカットされ、ブルースとしては、異例のビルボードチャート22位に食い込む、大ヒットを記録した。同年、セントルイスで行われた、チャックベリーの生誕60年を記念するコンサートに、キースリーチャーズラオールスターメンバーの一員として出演。この模様は、 翌年テーラー・ハックフォード監督のヘール、ヘール、ロックンロールとして映画化された。1987年にはエリック・クラプトンの前座として起用され、来日公演にも同行した。1990年のアルバムミッドナイト・ストロールでは、自己のバンドに加えて、ホーンセクションにメンフィス・ホーンズを起用。従来以上にソウルフルで、 ファンキーなサウンドを展開する。一方、1993年のシェーム、エーシンではハウリンウルフ、アルバート・キングなどの泥臭いブルースの世界を追求している。また、1993年には BB キングのアルバムブルーズサミットにゲスト参加した。1997年のスイートポテトパイを最後にマーキュリーを離れたが、1999年には ライコディスクから、テイクイワッシューズオフをリリース。メンフィスソウル色を感じさせるサウンドで、健在ぶりを示している。2006年、初のライブアルバムとなる、ライブフロムアクロスザ・ポンドをリリースする。2009年5月、ジャパンブルースソウルカーニバルへの出演のため、約13年ぶりに来日。同年8月、バンガードレコードより、アルバム、ディスタイムをリリースした。 ありがとうございます。